松本健太と申します。よろしくお願いします。そしたらじゃあそのこの YouTube のプラットフォームが伸びてった時にその健太さんの僕勝手にこのいろいろ見たりするんですけど、ありがとうございます。オンラインサロンを始めるっていう風な投稿されたことがあったなと思ってて、はい、あ、そうですね、はい、今ってそれってどんな感じなんですか？そうですね、オンラインサロンの方がです、ね、今日の時点で今1150名様ぐらいですかね。主にエンジニアの方がいらっしゃると。そうですね、現役エンジニアの方とあとこれからエンジニアになりたいという方たちがご参加いただいているという感じですね。今ちょうど今日で3ヶ月経ちまして、1ヶ月の料金が980円。そうですね、かなりリーズナブル、めちゃくちゃリーズナブルですね、はい、何が行われてるんですか？当初のコンテンツとしては僕がどんな質問でも24時間以内にお答えしますっていうのだったんですけど、今すごいご人数が増えたのでもうその中でやり取りが始まっていて、まあ僕が結局全部の技術カバーできるわけじゃないんで、例えば Ruby on Rails とかだったりとか PHP だったりとか、あるいは iPhone だったりとかですね、あと Android とかそこら辺の技術に関する質問がいろいろ飛び交う中で得意な人がもうご回答いただけたりとか、であとは求人と求職というのも今始まっているので、求人チャンネルと求職チャンネルというのがあって、まあ、そこ今後すごい力入れてこうしてるんですけど、でその中で実際にもお仕事決まった方がいらっしゃったりとか、あるいはスラックっていうツールを使ってるんですけど、その中で直接 DM してうちの仕事やりませんかっていうのは全然 OK にしてるので、多分僕の知らないところでいろいろつながりももうできてるんじゃないかなとは思います。チャンネルを分けてらっしゃるということで。そうですね、チャンネル、はい、いやエンジニアに多分興味のある方はぜひ覗いた方がいいところなんで、はい、ぜひ実際の交流イベントみたいなやってるんですよね。あ、やってますね。一応今2ヶ月に1回、前回4月に1回やりまして、で今度また6月の22日にやるんですけど、はい、でこれはもうちょっと人数が満員になっちゃった、売り切れちゃった。そうですね、120名様で募集してるんですけど、はい、一応まあありがたいことで会場のキャパシティ埋まっちゃった、はい、そうですね、埋まっちゃいまして、もうちょっと少人数の交流会とかは、まあ、ゲリラ的な感じでどんどん渋谷近辺でやっていこうと思ってるので、なるほど。交流会の方に関しては結構いろいろな工夫していて、こういう何ですかね、まあ、ちょっと見えないかもしれないですけど、はがきサイズのですねネームカードを作って、これ結構大きめなんですけど、はい、ちょっとこう首からかけていただいて、でその方がどういう技術に興味があって、どういうキャリアで今後どういう風になっていきたいのかみたいなのをちょっとここに書いてもらって、非常にこう喋りやすくなるんですよね、こういう情報があると。相手がどういう方なのかなとかいろいろ書かれてる、まあ、クラウドアーキテクチャ、クラウドインフラとか、その下に言語経験書いてて、はい、最後今後の目標って書いてます。そうですね、3つの項目書いてますね。で特に例えば僕は iOS エンジニアの方と友達になりたいとか、結構皆さんいろいろとどういう方つながりたいかっていうのがあるので、それがはっきりしてるとですね、よし喋りやすいですし、なるほどなるほど。エンジニアもいろんな交流会あるんですけど、なかなかこうその人がどういう人なのか分からなくて話しかけられないみたいなこと結構多かったりするので、名刺とかだとですね、企業さんの名刺書かれていてもどういう人か分からないじゃないですか、それよりはやっぱりパーソナル情報というか、その人がアピールした情報を書いておいてもらって、前回ははがきサイズのこれをこういうのに入れてアピールできますよっていうふうに申し上げたところ、結構これを先に自分で作ってくれてきてくれる人が結構多くて、そういう形でちょっとこう交流しやすくしたりとか。それって僕みたいな人間でも参加していい？全然大丈夫です。別にエンジニアに限ってないんですね。例えばエンジニアってどういう人たちなんだろうとか、あるいはエンジニアの方と知り合いになりたいとかいう方も全然、はいはいはい、ただ人材エージェントがメインの業務の方っていうのはちょっとお断りしてるんですけど、あくまで自分でご事業やられたりとか、はいはい、エンジニアに興味ある方になるべく来ていただきたいというあれであるんですけど、別にエンジニア以外の方も全然来ていただいて問題ないので、ありがとうございます。健太さんにじゃあちょっと媚び打って僕もちょっと参加させていただけたらなと思います。次じゃあ8月とか大きな、次多分8月ですか。あと今後地方でもやっていきたいなと思っていて、リアルイベントすごくやっぱつながりやすくていいんですけど、東京だけだと東京集中しようか結局集中になっちゃってるんで、なるべく例えば大阪とか名古屋とか九州とか北海道、そういうところでその2ヶ月に1回の東京のイベントの合間に、まあ、多分スケールは小さくなると思うんですけど、はい、30名様とか40名様とか、そんな感じでやれたらいいなっていう、沖縄で北東アジアにサロンやってらっしゃる方もいらっしゃって、はい、で沖縄にもちょっと僕は今まで沖縄行ったことないんで、旅行を兼ねてちょっと旅行行きたいなっていうのも、はい、それもちょっとあります。素晴らしい。全国で、そうですね、全国でやりたいなと思ってます。まあ、YouTube は全国世界で繋がってますから、やっぱりオンラインでやってるものって結構ね、地理に関係なくいろんな方がご参加できるっていうのがいいところなんです。やっぱ Excel っていうやつを教えてても、実際にこう商品購入してくださる方の住所とかも、まあ、垣間見ることできる、そうするとやっぱりね、北海道から沖縄まで本当に散らばりますよ。幅広いですね、はい、まあ、東京もちろん多いんですけど、はい、人口が多いだけに、とはいえやっぱ全国で見られてるんだって実感値がそこで湧いたの で、ね、絶対健太さんもね、めちゃくちゃ見られてると思います、はい、でもちなみにそのサロンの中ではいわゆるこう地方の方たちの仕事問題っていうのが結構あってですね、はい、特に地方ってこう東京みたいにウェブ系企業さんそんなに多くなくて、一言で使える技術がちょっと地方だと古くなっちゃうんです、新しい技術みんな使いたいんだけど、地方だといわゆるレガシーで、はい、10年ぐらい前のやり方だなみたいなものでやられてる企業さん結構多いので、はい、できるだけこう地方の方たちにうちのサロン経由でですね仕事をおつなぎできるような、最近エンジニア界隈でもギルドっていう言葉がちょっと盛り上がってきてるんですけど、そんな感じで、まあ、うちのサロンで何
かこうそういうギルド的な仕組みも作れていけたらいいなというふうには考えていますけど、うん、まあエンジニアの方々は皆さんここに入ればいいっていうそういう話ですよ。はい、そうですね。簡単に言うとね。はい